では行きましょう。後半エンジョイの1試合目です。本日はフットサルパーク、あ、じゃあフットサルパーク渋谷です。さあ取ったのはビブナシ、いや黄色に渡ります。さあ一つ貯めて、これをカットしたのはビブナシチーム。さあ前押し上げたい、貯めて縦は繋がない、うまくすみません、大丈夫、あ、しまった、大丈夫、 OK、 サイドから行きましょう。サイドから行きましょう、縦入れます。取って一つ貯める、右は取らない。さあ取ったのビブナシチーム、まず一つ持ち出しをして左、左から中央はブロック、縦が繋がる、フリックした真ん中、さあうまく受けたと抜けてシュートはどうぞ、いやー引き端よ、これは引き端よ。引き続き女性のゴールは2ゴールです。右サイドビブナシチーム、左展開、うまくドアラップで収めます。1枚剥がす、後ろ経由、一旦落として後ろです、来るので1枚剥がします。左サイド、さあ前向いて中央あって足が伸びる、ナイスだよ。さあブロックしたボールはビブナシになります。一つ持って左やってる、さあ前押し込みたいビブナシチームですが、狙ってるのは黄色です。左から縦当てる、入れ替わって黄色、うまく取るかな、足元だけ気をつけてね、間縫って黄色は収まない、これはビブナシがカバー。さあ前向いてダイレ、光った、ナイスだよ。取ってさあ押し込み測りたいが右が繋がった、これは繋がった。さあ取ってビブナシチームシュートを狙いに来たが、これもブロックです。さあまずは両チーム様子を伺いながらシュートを目指しに行きたいところ、右サイドから戻して後ろ、さあフォアの広ぎもある、これを使う、さあ広がったフォアを使って、あいだあいだ、いやー合わせれるわというとこ欲しい、うまくクロスを送ります。キーパーから再開、右サイド真ん中出ます、間縫って右が収まるかな、ビブなし入れ替わり、さあ温めて間ブロック、ナイスブロック、だいぶこれ流れてビブなしボールです。家から後ろ使います、縦を送る、間はこれうまく避けました。サイドから行きましょう、もう一回後ろ左へ展開、さあ侵入したいがないので広げます、間受け取る、大きいかな、キーパー先に次の番号しましょう、先にキーパー次の番号します、両チームキーパー順番大丈夫かな、 OK。 さあまずはスコアレスでゲームは進行、体を当ててビブナシがキープ、キープして後ろです、狙ってますがうまく縦送る、入れ替わって千代、千代から右の上がりをつけます、ちょっとマイナスかな、うまく受け取ります、縦は抜けない、これはボールは黄色でいきます。さあ後ろから黄色チーム、右サイドへ広げます。さあ一つドリブルで運んで、間はブロック、跳ね返りはだいぶ一回止めるかな、一回止めるか、大丈夫、そこ一回止めるよ、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 大丈夫、 OK、 あ、じゃあ一回止める、大丈夫、あ、大丈夫、ちょっとだけ、あの、できる、いける大丈夫、ちょっとつけてる、 OK、 ボールビブなしから行きましょうか、後ろから一面一瞬助っ人してもらっていいですか、一瞬助っ人いける、行きましょう、はい、いいですよ、ボールビブなしから行きますよ、チオ当てます、後ろ預けて、後ろ真ん中当てます、取って溜めて右サイド、ちょっと大きいか欲しい、サイドから黄色チを使います、受け取って左です、うまく立っておく、ナイスブロック、さあ黄色後ろからちょっと大きくなりました、サイドから行きましょう。さあまずは1点目狙いに来て、うまく相手の入ってシュートが決まった、ナイスゴール、これはうまく間パスを送って反転からシュートを決めていきます、1点ゲット、真ん中から黄色までいきます。さあまずはビブナシチームで1点先制、間使います、受け取って、これはキーパーが対応、右サイドビブナシです、一つ溜めて狙われてるんで逃げたいが、引きつけながらこれ残した、血を当てる、受け取って、さあ溜め作って縦当てる、ポストで受けて右が短い、取ったのは黄色チーム、一回止めますね、一回止めますね、あ、出ます、 OK ですか、キーパーこのタイミングで両チーム次の番号しましょう、黄色チームはキーパー次の番号しますよ、OK、いきますよ、いきますよ、さあラスト2分ほどです、ありがとうございます、後ろ使います、さあ引き続き接触等々だけ怪我ないよう気をつけていきましょうね、大丈夫、取ったら黄色、後ろに戻してビブナシチームです、うまくまた抜きます、引き取ってシュート、それ惜しい、さあ返しに行きたい黄色チームです、背負ってますんでうまく送りたいが入れ替わった、さあしかしこれ突っついたボールはサイド流れますね、ボールビブナシチームいきましょう、立ちてビブナシいきます、中入れる、これはどうかな、ビブナシに戻します、後ろから
縦送る、アイデア使う。さあポーズ等で受けて、これは来らないんで前を向いて右に預けます。動きを見ながら左から縦収める。さあ狙ってます。入れ替わりがちゃうよ、入った。さあ点取りに行きたいが、シュートはどうだ。さあフォローもあるの中、さあうまくつなげたい。ナイスカットキーパー。さあもう一回ゼロ、いやーナイスブロック。手気をつけてる、手気をつけて、シュートはどうだ。いやー決まった。これで1点ゲット、ナイスゴール。粘りました黄色チーム。キーパーって大丈夫、 OK 真ん中にいましょう。いきますよ。さあ残りは30秒弱。ここで黄色チームが1点を返します。右サイドビビなしです。プレッシャーきますんで、まずは後ろへ預ける格好。左へ展開ちょっと大きいが欲しい。残り時間あとわずか。さあ黄色チームサイドからです。縦は光った。もう一回サイド、近いところずらして、間は流れます。ラストワンプレー、キーパーからいきましょう。ラストワンプレーです。さあ持って持ち出したい。だいぶ残します。これは黄色いボールになります。さあ取って中央です。受け取って動きを見ながらシュート決まった。ナイスゴール。でビブなしボールから再開ですか。エンジョイの2戦目ですね。後半のエンジョイの2戦目。縦はまずはブロックをして黄色が取る、中を当てる。さあ入れ替わってゴールも入る。いやーシュートが決まった。これは開始10秒、黄色チーム女性のゴールで2ゴール。いきなり先制。真ん中からビブなしでいきます。さあまずは立ち上がり、いきなり2対0の展開になります。あ、いやどうかな、うまく入るかな。これは黄色がブロック。さあブロックしたボール左から取って、縦がうまくかわす、かわしたボールブロック、ナイスブロック。さあ入れ替わってビューチーム3対1の状況、左を使う、左から折り返して、ナイスカット、うまくかき出しました、ナイス対応。さあ押し込んでまずは1点返したい。動きを見ます。間入る、シュートが出たか、惜しい。うまく間に入りました。さあ黄色チームからです。右にします。受け取って前が入れ替わり。さあ引きつけながら縦を送る、ちょっと大きいか、足。さあ1分が経過したところ、2対0で黄色がリード。さあスペースがあるんで前を向きます。引きつけて右は光った、こぼれはどうかな。取ったのはビブナシチーム、後ろから溜めて左に広げます。あった、静かない。ボールは黄色から。さあサイドから黄色チームです。持って縦が収まる、ずらして折り返し飛び込みますが、シュートは打てない。さあうまくブロックしたい、これもポスト。さあカウンター行きたい、縦入った。さあスペースがあるが、ちょっと足に入ったか、もう一回やりなし。さあうまくボールをサポートをして左を使う、うまくまた抜きますが、これはキーパーカット。しかしこぼれはどうかな、つっついてビブナシがボールをゲット。さあボールを取って動き見ながら縦が光る、これはサイドからいきましょう。真ん中取ってシュートはブロック、もう一回、これも書き出します。サイドからビブナシボール。さあ真ん中をまずは使ってサポートが欲しいかな。一旦後ろに預けます。さあ間うまく顔を出したい、これはブロックします。さあブロックしたボール、黄色は右へ展開。さあスペースがあるかな、ちょっとトラップがずれます。さあずれたボールはビブナシが回収をして、これはつっついてボール、ビブナシボールにしましょう。さあ、キーパー次の番号します。ごめん、先にキーパー次の番号しましょう。キーパー次の番号しますよ。サイドからいきます。両チーム OK かな、 OK。 サイドからビブナシボールで再開です。さあ取って左から、さあシュート決まった、1点ゲット。これはうまくつないでニアを抜きます、1点ゲット。いきますよ。さあ追い上げます、ビブナシチーム2対1。黄色は右サイドから相手顔出した、これを使う、入った。これはトラップを合わずにキーパーまで流れます。キーパーからかき出してビブナシーム持って、左から縦がずれたかな、残らない。サイドからいきましょう、大丈夫。サイドから黄色ボール。さあ動きを見て後ろにします。3分が経過したところ、左から黄色です。縦が光った、うまく抜けたいが、しっかりとボールを握って左を上がらせます。さあカットインをして右送る、ナイスカット、足が伸びる。立ったのは清水、前に運びたい、前に運びたい。これはブロックがどうかな、気をつけてね、気をつけて、大丈夫。そこ2人大丈夫、 OK 大丈夫。キーパーからいきましょう。長いボール収まるかな、惜しい。サイドから黄色ボールでいきましょ
後ろにします。あ、前か。シュートブロック、これ黄色がうまく攻めました。さあコーナーから行きましょう。さあコーナーから押し込みたい黄色チーム、追加点を狙いたい。動きます。近いところシュートポスト押し、ボールはキーパーから行きますよ。はい、ありがとうございます。さあ2点目狙いに行きたいビブナシチームです。縦に当てる、折り返し後ろ、後ろからさあスペース探して右サイド入る、さあ入ってボール中入れる、シュート、いやー決まった、1点ゲット。これはうまく連携しました、1点ゲット。真ん中でいきましょう。これためにキーパー両チーム次の番号しましょう。両チーム次の番号しますよ。ビブナシチームキーパー順番大丈夫、ビブナシチームキーパー順にしましょう。勝ってるかな、勝ってますか、 OK。さあ残りは1分半、これで2対2同点になります。うまく抜けた、縦ちょっと大きくない、うまく止める、止めたも中に送りたいか、これはブロックしました、ナイス対応。さあサイドから押し込みたい、浮き球はビブナシが取る。さあうまく引きつけますが黄色が取った、こぼれはどうかな、ビブナシ入れ替わり、さあ溜めてずらして前へ送りたいが、しっかりと持って左、左からこれは収まらずにサイドから黄色ボール。さあ2対2振り出し戻ってます、残り1分ちょい。さあ決勝点決めに行きたい両チーム、まずはキラ後ろからです、預けて、さあ前の動き出しを見ながらポストに当てる、ターンをして引きつけて近いところ右サイド縦を送る、ナイスカット、入れ替わったボールを取ります、うまく引きつけながら内心をうまくタッチをして送ってシュートが決まった、1点ゲット、ナイスゴール、1点ゲット、これで3対2。さあ再びリードの黄色チームです、3対2です。さあ追いつきに行きたいビブナシチーム、近いところ当てる、戻して後ろ、さあ動きを見て一つ持ち出しをして縦当てる、折り返しシュートが決まった、ナイスゴール、1点ゲット、うまく左サイド攻略します、ナイスゴール、ダブルピースいきますよ。残り30切ってます、3対3同点です。さあ両チーム勝ちに行きたい、3対3これはどうかな、つっついてビューフ取った、さあ入れ替わった、さあフリーで前送りたい、送った左、左からシュート決まる、ナイス、キーパー足元気をつけて、足元大丈夫、キーパー手大丈夫、 OK、 うまくキーパー守ります、ナイス対応。さあ3対3のまま時間はあとわずか、さあ決めたい両チーム引き取って右縦送る、縦から中に送りたいが、これはポスト欲しい、さあこぼれは残した、しかし黄色が当たる、さあしかしうまい、体を入れて入れ替わり、さあ持ち出したぞ、4点目はどうかな、送って入ってシュート、いやー決まった、1点ゲット、ナイスゴール、うまく引きつけました、再びダブルピースです。ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレー4対3になります。ビブナシがここで逆転、カットしたのはビブナシチーム、左預ける、短いかな、ナイス入れ替わり、さあ前運びます、さあ抜け出して、さあゴール前溜めてずらしてシュートは打てない、これはカットします。さあ行きましょう、3試合目、エンジョイの3試合目です。黄色チームです、後ろから溜めて縦を送ります、受け取って前を向く、さあ溜めて中央をカットイン、引きつけながら右サイド、右サイドから中を送ったボールがつながる、さあ折り返し、いやーナイスキーパー対応、これはキーパー前に出ます、ナイス対応、コーナーから再開、はいどうぞ、いやー流れが欲しい、サイドからいきましょう、ビブナシボールです。さあビブナシは長いボールをうまく収めるが、こぼれを切る回収、さあ間に預けます、ポスト前向いて右が抜ける、抜けたボール折り返し入って、いやーシュートが出てほしい、うまくつなぎましたが、シュートは若干左です、ビブナシは近いところからします、持って左へ展開、ダイレが収まる、前勝負、足元気をつけてね、取ったのはこれはボールに行って黄色チーム、うまく見合いました、中央入る、さあシュートはずる、惜しい、足大丈夫、 OK、 さあ取ってビブナシです、間入る、溜めて縦、これは黄色が回収して右サイド送ってと、ナイスブロック、さあうまく守ります、ビナシチーム、サイドから黄色チームです。さあ中の動きを確認しながら送ったボール、ビナシが勝った、さあ前から来るんで逃げたい、キーパー使う、キーパーから逃げたいと、ちょっと怪しいな、ちょっと怪しいな、まあいいか、エンジョイなんでいく、流していきましょうか、ビナシから再開、 OK 行きましょう、さあ取って右サイド送ります、さあ取って間使って左サイド大きいかな、これは流れます、黄色から再開、黄色から再開です、さあ真ん中使います、
一つ引き付けて縦を送る。これはどうかな。うまくブロックをしますが、ビブなしが取らせて右サイドです。さあ持って近いところ、さあ前から狙いたい黄色、左から溜めて後ろにします。さあ真ん中顔を出しますが、入れ替わって黄色左に入って、さあシュートを狙いたい、中カットイン、シュートがついてほしい。キーパーチェンジでいきましょう。両チームキーパーチェンジでいきます。ありがとうございます。さあ中央でまだビブなしが受ける、左の上がりは大きいが欲しい。さあ2分が経過したところ、両チーム1点目取りに行きたい。縦はどうかな、うまくブロックか。さあ行かれましょう、ボールビブなしボール。さあセットして中央を使う、さあ上がりを使って右サイド、ダイレがカバーに合います。取って広さを持ち出せばチャンス、前に送るが、これはキーパーが出てきたよ。動きを見て左狙うかな、入れ替わり、ダイレは戻りが早い、狙ってるとうまく逃げない、かわして縦は取らない、ビブなしボールになります。はい入る、シュート決まった、ナイスゴール、1点ゲット。これはサイドからうまく体勢崩しながら、キーパーの手の届かないところを狙いました、1点ゲット。さあこれでビブなしチームが1点先制です。さあ黄色はここから押し上げて返しに行きたい、あいやポストで受ける、受け取りますがビブなしが取った、ためて後ろ縦送る、ナイスカット。さあ押し上げたいビブなしチームです、間もらいます。さあうまくはめたい黄色ですが、間を縫ってビブなしが真ん中に当てます。さあ引きつけながら縦の間顔出す、ワンツーを使う、ちょっと大きいが、いや引き取った、ナイス対応、カバーをして中声かけて送りたいが、これが出ましたね最後、大丈夫 OK うまく粘りましたが、サイドから黄色ボールで再開です。さあ中央で受け取って黄色チーム、縦をナイスカット、送らせます。黄色チーム真ん中出る、持って降りてくる真ん中を使います。さあ引き取って、まあ、うまく開いた、さあ触れるかな、触ってシュートブロック、大丈夫大丈夫、そこ大丈夫 OK、 ごめん一回止めるかな、一回止めるか、大丈夫二人でも大丈夫、そこ OK 大丈夫 OK、 ボール後ろからキーパーから行こうか、お近づきますよ、大丈夫 OK 行きましょう、後ろから、さあうまく守りました、ビブナシチーム真ん中から食べて、あい入った、さあスペースがあるとシュートだ、いやーキーパー攻め欲しい、キーパーから持って止めますが、つっついたボール、ビブナシがつなぐ、つないシュートが決まった、ナイスゴール、ゴール前うまくシュート決ます、キーパーチェンジでいきましょう、キーパー最後チェンジでいきますよ、両チームキーパー順番大丈夫、両チームキーパー順番大丈夫かな、黄色チーム11かな、キーパー行きましょう、 OK 真ん中にいますよ、行きますよ。さあ残りは1分半ちょっと、2対0ドッペルパック達成で、ビブなしが2対0リードを広げます。アイア使う、うまく受け取りますが、取ったのは黄色、体入れ替えますがうまく入ったかな、これはカットをしてサイドからにします。さあ押し込んで1点返したいぞ、黄色チーム大に置く、ナイスカット、足が出た、ナイスタイヨーキーパー右サイド、残りは1分ほど、右サイドを受け取ります。さあ取って溜めて前は送れない、溜めて後ろにします。さあ持って左、左から前向きたい、一つ持って間は右サイド後ろです、真ん中送る、ダイレが浮いた、これ流れてほしい。さあセットしてサイドから黄色チームです、右サイド預けます、左はうまく前向きます。さあ取って黄色チーム送って中央、ナイスカット、足が出た、さあしかしこぼれを回収、黄色チーム、さあまずは1点目取りに行きたい、右サイド、右サイドから縦を送りますが、もう入った、シュート、いや決まらない、キーパー当てた、ナイスタイヨーキーパー、左からうまく縦を送る、縦を送ったボール、ビブナシチームしっかり溜めて真ん中送る、シュートが、ナイスタッチ、キーパーナイスタッチ、これはキーパーうまく足を残します、ナイスタイヨー。さあコーナーから押し込みたい、残り時間あとわずか、入れる、シュートブロック、もう一回、これは書き出しをして最大からビブなしボールでいきましょう。さあ残り時間あとわずか、セットをして探します、近いところにする、さあ持って縦当てる、ワンツーはつながないか、カバーしての黄色、さあ1点取りにしたい、抜ければチャンス、いやーよく止まった、さあこれはキーパー正面、長いボール収めたい、収める、入れ替わり、後ろずらしてシュートは、いやー決まった、ナイスゴール、女性ゴールで2対2同点です。ラストワンプレーでいきましょう、この終盤で同点、さあここで同点弾が生まれます、ナイスゴール、取って縦はブロックをして、さあ決勝点決めたいが出てほしい。
では次ガチの方でいきます。ガチの皆さんお願いします。さあかわしてかわして、1枚抜けてターンをして、トライが決まった、1点ゲット。では後半の1試合目です。ガチの後半の1試合目、さあまずはオレンジボールからキックオフですが、これはタッチをしてカットでサイドからです。オレンジは後ろから、間はこれは合わない、キーパーから再開。さあまずはチーム返して、初戦なのでうまくコミュニケーションを築いていきたい両チーム。左から間顔出してこれを使う、受け取ったボール、ビビナチームを1つ溜めて、間抜けた、さあ中央入る、溜めてシュート、いやーキーパーだ、ナイスキーパーだよ、これはかき出してコーナーからです、ナイスキーパー、コーナーからいきますよ、カットしてコーナーから再開。さあまずはピンチ守ります、送ったボールがこれが決まる、ナイスゴール、背中に当たりました、1点ゲット、真ん中でしょう。行きましょう。さあコーナーからうまく得点ゲット、ビブナシチーム1点先制です。オレンジ後ろから間使う、受けて前を向いて、さあシュートが決まった、ナイスゴール、1点ゲット、真ん中でしょう、すぐ返します、オレンジチーム1対1の点。さあビブナシチームです、後ろから、さあまずはディフェンダーの動きを見て、または抜けずにうまくこれを逆に送ったボールは、ビブナシが戻ってカバーです、キーパー使う、さあ相手顔を出したいがないので、まずは右サイド左へ展開、さあうまく相手顔出して回る動き引きつけながら縦を送る、うまくポストで収めて前向きます、ライン上かかってますよ、さあ縦は送りたい、これはブロックしてボールビブナシからいきましょうかね、大丈夫、オレンジか、オレンジからいきましょうか、さあ取って後ろ取って真ん中戻します、右に送る、左へ展開、縦はどうかな、引きつけて左、左から後ろです、長いボールは大きくなりました、惜しい、キーパーチェンジでいきましょう、キーパーチェンジでいきます、両チームキーパー次の方でいきましょう。さあまずは2分が経過、1対1同点です。さあ両チーム勝ち越しを狙いに攻め込みたい、左から一つタイミングをずらして動きを見ながら間入る、ダイレが浮いたが、これはオレンジカバー、さあ取ったのビュー、シュート、ナイスキーパータッチ、こぼれ球、これもタッチ、もう一回どうだ、いやータッチ、キーパー3連弾しっかりと守ります、コーナーになります。さあコーナーから押し込みたいビブナシチーム、1点を取ってます、間どうだ、ブロック、さあ書き出して運びたいオレンジチーム、引きつけて左、さあ前送って右サイド、これは決まるだけ、ナイスゴール決まった、これはカウンター、しっかりと人数かけて攻め上がります、これで2対1、さあ2対1になります、オレンジが勝ち越し、右サイド矢中も寄ってくる、うまく預けて後ろ、後ろから広げて左、さあ来るのでまずは預けて一つドリブルで持ち運ぶ、間縫ってタッチタッチ、ヒーローつながらない、取ったのはオレンジチームですが、これはカットして左に広げる、広げたボール前うまく向く、向いてドリブル入る、中央、中央からタッチしますが、ブロック、ナイスブロック、左にナイスカット、さあ送らせて入れ替わってシュート置いた、ナイスタッチ、キーパーコーナーからいきましょう。さあうまくコーナーへ逃れます、サイドからオレンジボールセットをして入れ、どうだ、いやータッチ、キーパーが足を出します、さあ前から狙ってるのをかわしたいが残って、これ出ましたよ、サイドからオレンジ、よいしょ、さあオレンジボールから再開、入れます、中央戻して後ろ、シュートはキーパー正面、これを残します、左へ見ましょう、さあ持って溜めて縦に送る、引きつけながら間入る、シュートはポスト欲しい、いかでもいいかな、大丈夫、そこ2人大丈夫、大丈夫、ボール後ろからいきましょう、オレンジ行きましょうか、オレンジ行きましょうか、接触だったんでオレンジからいきましょう、いきますよ、間あります、右サイド取ってうまく入れ替わり、さあ中央入る、シュートは打てない、もう一回左流れます、欲しい、キーパーからいきますよ、後ろから近いところ、さあもらって引きつけて、だいぶ滑った、これはスリップ取ったらオレンジ、右サイド送る、右から中央、中央からさあうまく上がり使いたい、縦入った、さあシュート、いやーサイドが欲しい、キーパーチェンジいきましょう、キーパー次の方いきます、キーパーチェンジいきますよ、両チーム大丈夫かな、 OK、 残り1分ちょい、真ん中ビブなしです、間使ってうまくプレッシャーきますがボール乗った、大丈夫、取ってビブなしです、間から縦を送る、縦から引きつけて後ろ、後ろからさあ持ち直しをして進入、進入をして一旦後ろ預けます、さあ1点返しに行きたいビブナシチーム、ドリブル仕掛けて中央入る、ポスト当てますが、これは流れるか、惜しい、これはサイドからオレンジボール、縦入る、狙ってます、足元気をつけてね、うまく入れ替わりか、これはビブナシがカットしてサイドからオレンジボール、さあオレンジはサイドから
まずは真ん中経由です。左へ展開。さあ押し込み測りたい。中に入るか。これはブロックしたボールをなんとかつなぐ。つないだボールオレンジです。さあタイミングですね、右サイドにします。さあ持ち出して中央入る、シュートはブロック。これはなら素晴らしい。残り1分を切ります。残り1分を切ってます。後ろ縦送る、うまく入った。さあずらして中はブロック。さあ足元だけ気をつけてね、怪我なきゃないようにうまくキープをしながらオレンジは中に送る。しかしこれブロックがあって、さあ前送りたい、前送りたい、当てますがオレンジカバー。もう一回、さあ細かい例打開したいが、ビヌシが取った、血を当てる、うまく後ろちょっと短いぞ、入れ替わりはどうだ、オレンジ入る、さあ止めてシュート、いやー決まってない、決まってない、これはポジショキ、キーパーなんとか取ります。左サイド、さあカウンター行きたい、ビヌシ1点返した、シュート、キーパータッチ、コーナーから行きましょう。残り時間あとわずか、コーナーになります。はい、どうだブロック、こぼれはビブなし、触って取ってシュートが決まった、1点ゲット、これで2対2の点。真ん中にましょう、うまく隙間を見つけました。真ん中にましょう、ラストワンプレーです。さあゲーム終盤2対2、振り出して戻ります。ラストワンプレー、勝ち越しで終わりたい両チーム。間入って左に流れ、左から持ち出してシュート、いやーずれたが欲しい。ガチの2戦目です。いきましょう、ビブナシボールからキックオフ。さあ後ろから真ん中使う。さあ縦はどうかの、受け取って右サイド戻して後ろです。さあ引きつけながらまずは押し上げたい、ポストでうまく受けて縦送る。さあ抜けたボールはビブナシ持ち出しますが、しっかりと体入れます。ナイス対応。さあ行きましょうか、入れる、どうだ。さあ中で押し込みたいか、ナイスブロック。さあうまくシュートコース開けたい、そしてシュートブロック、もう一回取ったのはビブナシ、うまくタッチしますがオレンジ入れ替わり。さあ当たって右サイドは流れます欲しい、真ん中使います、追って持ち出し、スイッチしたボールを後ろでカバーです。左へ展開、一枚ケアに行きます、うまく一枚剥がす、剥がしてスイッチで真ん中でもらいます。さあシュートコースが開いたかな、持ち運んでシュートブロック。さあ相手から行きましょう、1分が経過。さあ動きを見ます、アイダー使う、入って落とす。さあうまく開けたい、どうだシュート、ナイスブロック、足大丈夫、おっとのフェンシーム、うまくブロックをします。右サイド送る、溜めて真ん中、ちょっと足に入りますがダブルタッチで送ったボールはオレンジに戻ります。右サイドタイミングごとに控えた、取ってビナシ、さあしっかりとキープをして送る、送ったボールシュートはにやかしい、うまく狙います。さあ中央からオレンジです、右サイドナイスカット、さあ溜めて右から触ってシュート、いやー決まったー、1点ゲット、ナイスゴール、1点ゲット、うまく取ります。オレンジからいきますよ、さあ前からうまくプレスに行ってビブナシがフォアで攻めます、1点ゲット、縦が入る、ずらして真ん中引きつけ、左から中入って入るかな、これはタッチをして、サイドからオレンジ、さあ押し込んで1点返したい、入れる、これはどうかな、ビブナシになって足元気をつけてね、うまく取ったのは抜けたかな、これはサイドからオレンジいきましょう、あたす。さあセットしてオレンジから再開、探します、近いところ戻します、下がりもあります、引きつけて右サイド、右サイドから動きを見ながら引きつけ、左から、さあ中確認します、ブロックはしっかりと気づかれてますんで、うまく切り崩したい、オレンジはカット、キーパーチェンジでいきましょう、キーパー次の方いきます、両チームキーパーチェンジいきますよ、 OK。さあ1点返しに行きたいオレンジチームです、1対0、中央からずらしてシュート、いやー決まった、突き刺します、1点ゲット、ナイスゴール、1点ゲット、これは1人で行きます、ナイスゴール。さあうまく突き刺します、1対1同点。さあ返しに行きたいビブナシです、再びリードを奪いに行きたい、さあ引き取ってビブナシ、これは収まらないか、欲しい、3分かけが残り3分です、後ろからオレンジです、持ち出して中央、さあ溜めて真ん中進入、真ん中進入、送ったボールだから差し、キーパーから再開、降りてきた左を使います、さあ一番寄ってくるんで間使って代理左、ナイスカット、足が伸びる、ナイス対応、サイドから中央ポストで受けて左から折り返した、ナイスブロック、これはコース消しました、ナイス対応、こんなかな、キーパーだね、キーパーから再開、あ、いや入れる、
真ん中使います。溜めてずらしますが、ブロックこぼれがあるぞ。うまく1点取りに行きたい。右サイド送って、いやー決まった、1点ゲット、ナイスゴール、1点ゲット。真ん中でしょう、うまく間抜きます、1点ゲット。さあ2対1、オレンジが逆転です。中央シュートはどうだ、左にずれる、惜しい。さあキーパーから間使います、うまく狙ってる、縦を送る、さあ抜け出したぞ、ゴール前どうかな、溜めて左、左からシュートが決まらない、決まらない。キーパーチェンジいきましょう、最後キーパーチェンジいきますよ、 OK。 さあうまく抜け出しましたが、これはゴールにならず2対1のまま。長いボールを送りますが、オレンジがうまく引っかけた、足元気をつけて OK。 取ったのはキーパー、右サイド縦送る、うまく引き取りますが、これはカットを押してオレンジ回収、抜け出して入るかな、もう体出しますが惜しい、大丈夫 OK。 ボール右足からいきますよ、大丈夫、はい、OK。 さあだから真ん中左へ、あ、入るかな、いや惜しい、うまく裏のスペース狙います。さあ始めてます、オレンジチーム引き取ります、ちょっと長いかな、大丈夫、いけないかな、大丈夫、踏んだ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、 OK。 逆に足首が、足首がいった、いける、いける、大丈夫、 OK。 逆の方ホイッスルでいきますよ、ホイッスルでいきましょう、接触だけ引き続き気をつけてくださいね、いきますよ、はい、よいしょ、だから1分ちょい、後ろから預けます、間使う、ポストで受けて右はブロック、さあ取って1点通りに行きたい、ビビシミ左はナイスカット、さあうまく右に預ける、さあスペースがあると引き付けて左、左から中央、中央シュートが決まった、ナイスゴール、怪我をものともしません、1点ゲット、ナイスゴール、いきますよ。さあボラビブなしからリスタートです。さあ取ったのはビブなしチーム、縦を送ります、これは入れ替わり、後ろ後ろから、これは流れます、惜しい、残り30弱です。オレンジ後ろから引き取って、右は何度かついて残します、さあ後ろで受けてちょっと大きいかな、うまくビブなしが回収、さあ一つまたいで引き取ったのが、これはプレッシャーかかる、うまくボールをキープしたい、縦送る、これはカット、立ったのはオレンジ、なんとかかき出す、取って1点通りに行きたい、引き、うまい、入った、左、さあ溜めてシュート、いやー決まった、1点ゲット、これは引きつけて1点ゲットです、うまく中央でも粘ります、真ん中のラストプレイ、さあラストはワンプレー、大丈夫、足元 OK。 さあ打ったてから左へ送る、これはカット、さあ一つずらして前へ運ぶ、前から折り返し、中央はオレンジ回収、これはカットしてリブなしに流れます、キーパーに預けます、後ろから、さあラストワンプレーです、1点取りに行きたい、さあ溜める、中進入、送る、しかしこれはカット、こぼれを回収です、さあ持ち運びをして1枚丁寧に剥がす、剥がしたボールは入れ替わって右サイド、ちょっと持ち出し、シュートを置いてほしい、さあガチの3試合目になります、オレンジがボールを持って右サイド、うまく受けて間入る、これはビナシがカバーです、さあ取ったのはオレンジチーム、後ろからちょっと残します、これ残って大丈夫、さあ持ち出しますが、これは中央で受けて送りたいが、カバーがないか、動きを見ます、アイアブロック、さあこれは取ってビバシが書き出しますが、オレンジカバー、左に送る、さあうまく受けて中送る、中飛び込みます、シュートが決まった、1点ゲット、さあこれはまずは1点ゲット、ナイスガール、真ん中でいきましょう、さあまずはオレンジがうまくゴール前飛び込んで1点をゲットです、ビバシがうまく1枚剥がしたい、これは筒井サイヤからいきましょう、大丈夫、入れますよ、戻して右サイド、動きを見て、あー、間入れ替わった、さあ足を引きつけながら1枚剥がす、止める、止めたボール右に送る、これはブロック、ブロックしたボール、さあ足元だけ気をつけて、これ一回入ったね、はい、ゲットよか、俺ビーム出しからいきますよ、大丈夫、2人も OK、 お互い声かけてくださいね、 OK、 俺ビーム出しからいきますよ、 OK、 さあいきましょう、取って右サイド当てる、止めて戻して後ろ、これは流れます、一旦後ろに預けます、左血を受け取って、さあ前へ取ってうまく入ります、ナイスブロック、しっかりと体当てました、ナイスだよ、さあサイドから皆さんもまずは1点を狙いに行きたい、入れ替わって右サイド、なんか送りたい、入れ替わり送って入ってシュート、いやー気がしめた、ナイスだよ、続きます、受け取る、残らないか、欲しい、ナイスファイト、サイドからオレンジ近いところにしました、受け取って2枚の間抜きたいが、これはうまく当ててサイドからすぐ入れます、シュート受け取って左へ展開、さあ折り返せどうかな、シュートを置きます、惜しい、キーパーから再開、さあ持ち直して前に運びます、
引きつけて、だいぶ、ごめん、行けてみようか、行けてみよう、だいぶ、だいぶ乗ったね、大丈夫、大丈夫、オッケー、いける、オッケー、いきますよ。さあ、後ろから、左。さあ、引き続き怪我等だけ気をつけていきましょう。このタイムでキーパーチェンジでいきましょう。両チームキーパーチェンジでいきます。 OK。 さあ、2分が経過したところです。オレンジチームは1点のリードがあります。あ、いや、左左、うまく前に運びたい。塩を当てる。ポストかな、ワンツーかな。いや、持って、これ食べますがずれる。さあ、これをブロックして入れ替わり、ビームシーム前へ送る。これはオレンジがうまく当てた。フォローがあって、ビームシーム、さあ、左から上がりをお待ちしたい。うまくボディフェイントを入れて一旦預けます。後ろ引きつける。一つ剥がしますが、真ん中はブロック、こぼれ球どうかな。気をつけて、怪我だけ。シュート、いや、決まらない。惜しい。ブロックをしてコーナーからです。さあ、コーナーから押し込みたい。ビブなしチームです。1点返したい。もらう。ダイブ入った。これダイブ、オッケー。足入ったね、ダイブ、オッケー。これビブなしからもう一回行きましょう。セットしてビブなしから行きましょうか。ビブなしから行きますよ。さあ、足出しすぎだけ気をつけてね、接触だけ。さあ、取ってビブなし、一つもうちょいシュートサイド欲しい。3分が経過、オレンジチームです。右サイド預ける。持って、間入れ方、しかしこれは味方です。味方、味方。さあ、しかしうまく引き取って噛めます。動きを見て一旦後ろに預けます。長いボール、ヘディング、いや、惜しい。うまく長いボールで狙いましたが、ヘディングがちょっと大きくなりました。さあ、取って、オレンジチーム2点目を取りに行きたい。縦をナイスカット、入れ替わって残した、残ってる、残ってる。浮き球にする、オレンジ回収。さあ、引き取って右を使う、右から。さあ、うまく抜けた、ずらして送って、いやー、冷静、1点ゲット、ナイスガール、1点ゲット。これはうまくキーパーの前でボールを止めてタイミングを外します。さあ、2対0になります。返しに行きたいビブナシチーム。左から溜めて中入る。シュート決まった、1点ゲット、ナイスガール。真ん中を貫きます。いきますよ。さあ、2対1で再び1点差。オレンジは後ろから相手入る、ダー入れて後ろ取って、右はつらない。これはブロックをしたサイドからです。さあ、押し込みたいオレンジですが、取ったのはビブなしチーム。中央を使って一つタイミングをずらす。タイミングをまたぎますが、2枚のディフェンス、うまくこれはブロックしました。ナイスだよ。先にキーパーチェンジしましょうか。ごめんなさい、先にキーパーチェンジしましょうか。先にキーパーチェンジしましょうか。ごめんなさい、ね、両チームキーパー順番大丈夫かな。オレンジも勝ってるな。 OK、 いきますよ。残り1分半弱。あ、いや、ブロック戻して後ろ。さあ、ボディミドを入れて前に運びたい。さあ、同点に追いつきに行きたいビブなしチーム。ドリブルで運ぶ、ドリブルで運ぶ。中央は、これはオレンジがキーパーが取って、長いボールにする。うまく収めたいが、トラップ大きくなる。さあ、1枚来るんで、間使って左左から。さあ、フォア回ると送って、いやー、決まった、1点ゲット。これで2対0、2対2にします。同点、真ん中からいきましょう。さあ、ラスト1分で追いつきますビブなしチーム。トップルバック、右サイドから縦送る、一つ持って、また抜けない。ナイスカバー。さあ、浅爪狙いに行きたいぞ。オレンジチームは中央を使ってシュートブロック。コーナーから行きましょう。入れる、どうだ、ブロック。さあ、こぼれを回収。さあ、取りに行きたい。3点目、ドリブル進入、ダイブ、つづじゃ、一回止めようかな。大丈夫、 OK、 いいですよ。さあ、取って後ろからシュートブロック、大丈夫、ごめん、一回止める、大丈夫、大丈夫、大丈夫、 OK、 OK。 さあ、気をつけてね、激しいんだけど気をつけて。ホイッスルで行きますよ、行きますよ。さあ、激しいだけ気をつけてね、怪我だけないように。残り時間はあとわずか。まあ、入れ替わり、中送る、フォアに入った、シュートブロック、ナイスブロック。コーナーから行きます。残り時間あとわずか、2対2、同点。さあ、両チーム点取りに決めに行きたいが、オレンジカバーでかき出して、さあ、取って溜めて右に送る、折り返しはサイドネット、欲しい。ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレー、ラストワンプレーでいきますよ。ボールはビブなしから取って、オレンジ決まった、1点ゲット。
本日もコサルのボニタにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた頑張ってくれた MVP の発表をしていきます。今日はエンジョイもガチも接戦続きで盛り上がったんですが、その中で、ゲームの後トライも決めてくれたあなたもいましたが、ゲーム関係なかったので最後3対2逆転でも決めて怪我も物ともしないあなたにしようかなと思います。何か一言言ってきますか。ありがとうございます。